全国1億2000万人のペリクルミラーファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はキヤノンのペリックスです。クイックリターンミラーではなくて半透明のペリクルミラーを採用しているからペリックス。こちらはペリックスの QL ですね。キヤノンペリックスは1965年に発売されました。この軍艦部に刻まれたペリックスの文字、キヤノンで初めて TTL 速攻を採用し、世界で初めてこの半透明ペリクルミラーを搭載した一眼レフカメラです。このキヤノンの文字を端に追いやってまで、この製品名をセンターに刻みたかった、このカメラに対するキヤノンの期待の大きさが感じ取れます。ペリックス QL はペリックス発売の翌年、1966年に発売されました。こちらのペリックスには QL 機構、クイックローディング機構は採用されてません。下のペリックス QL にはクイックローディング機構がついてます。そしてこのペリックスの特徴としましては、アイピースシャッターが搭載されてます。ペリクルミラーはシャッターを開いた時にミラーアップしませんので、このアイピースシャッターが必要ということですね。きちんと考えられてますよね。ペリックスの方はオープン、クローズとしか表記がありませんが、ペリックス QL の方はこのように、アイピースシャッターが開いてるか閉じてるかというのがこの絵で示されています。露出系用の電池室ですが、ペリックスの方はこうやって電池が入るだけですが、ペリックス QL の方はキヤノンブースターが接続できるようになってます。このキヤノンブースター、ペリックス QL とキヤノンの FT に搭載できるオプション品ですね。キヤノンブースターの紹介も後ほどアップしたいと思います。そしてこのセルフタイマーのレバーを内側に倒すと、絞り込み速攻が開始されます。ペリックス QL の方にはこの絞り込みレバーにロックレバーでロックができるようになってますね。こんな感じです。この絞り込みレバーのロック機構ですが、私ない方が使いやすいと感じました。ロックしたままだとシャッター切れないんで、ちょっと使いづらいですね。はい、ペリックスとペリックス QL の違いの紹介はここまでにしましょう。次はこのペリックスというカメラがどんなカメラなのかをちょっと紹介したいと思います。はい、ペリクルミラーです。シャッターを切ってもミラーアップしません。なのでまず音が静かですよね。あと振動がないです。少ないです。ミラーアップしませんので。このペリクルミラーの他に、ペリックスの大きな特徴といえば、シャッター膜がチタン膜です。シャッター膜にチタン膜が使われてます。ペリクルミラーは半透明ミラーですから、常にシャッター膜が光にさらされている状態ですよね。なので、布膜ではなく、チタン膜が使われてます。絞り込みレバーを倒して速攻状態にすると、受光素子がフィルムの焦点面に出てきます。これが焦点面と透過位置で測る焦点面絞り込み TTL 速攻、
ファインダー画面中央部の約 12% の光を拾う部分速光の感度分布特性を備え、忠実で信頼性のある速光精度には定評があったとキヤノンカメラミュージアムに書いてあります。実際このフィルムの焦点面で速光するので、当時絶対速光と言われていたそうです。こうやって透かしてみてもミラーの存在が気になりませんよね。本当に半透明ミラーなんですね。キヤノン恐るべし。今回このキヤノンペリックスを紹介してますが、結構程度のいい個体は少ないです。ペンタプリズムが腐食していたり、露出系が動かなかったり、このペリックス QL もペンタプリズム交換してあります。シャッター膜は綺麗ですね。シャッタースピードは1000分の1から1秒、そしてバルブです。分解して清掃したり注入したりしましたので、結構調子はいいですね。嬉しいです。このペリックスのキャッチコピーは瞬きしない一眼レフ。こうして見ると本当に瞬きしてませんね。すごいです。シャッターボタンのロック機構も備えてます。 L でロックですね。はい、キヤノンFL55mmF1.2 です。通常 F1.4 のレンズで十分なんですが、このペリックスの最大の難点、ペリクルミラーを採用しているのでファインダー内が暗いんです。それでは各レンズによってどのくらいファインダー内の暗さに違いがあるかを見てみましょう。これが 55mmF1.2 のファインダー内の写真です。そしてこちらが 50mmF1.4、 だいぶ暗くなりますね。そして F1.8、 50mm の F1.8 です。画像では明るく見えますが結構暗いです。ピント合わせに支障が出るくらいの暗さになっちゃいますね。 F1.8 だとちょっと残念な OK 牧場。もう一台ペリックス QL です。なんでペリックス QL が2台あるかと言いますと、分解した時にフィルム感度を露出系に伝えるラックギアをずらしてしまって露出系が狂っちゃったんですね。なのでもう1台買って正しい方に合わせました。いろいろあります、人生は。このキヤノンペリックスですが、ファインダーの暗さとかで当時の評価もいまいちだったようです。しかしその後発表される F1 のハイスピードカメラ、ペリックス発売後30年の時を経て1995年に発売された EOS1NRS 等にこのペリクルミラーの技術はしっかり応用されています。そう考えますとこのペリックスの歴史に残るカメラと言えると思います。それでは皆さん、またねー。はい、OK 牧場。